おい、門倉健、中日の二軍投手コーチ、門倉健、どうしちゃったんだよ。15日から無断で欠席して、そして昨日で退団。どうやら捜索願まで出されたらしいじゃないか、この15日から今までの間な。どうした？精神的に病んじまったのか、門倉。俺も、門倉みたいなこと、何度もある。昨日はね、皆既日食、月って言葉に反応して、ちょうど、アホの長い、門倉を思い出してたとこだった。そんな矢先にあんなニュース聞いたから、俺はショックだったよ、門倉。どうした？そういえばよ、門倉よ、俺が昔行った当時埼玉県のラーメン屋さんに、巨人時代の門倉の写真があったぞ。そういえば門倉ってよ、そういえば、聖望学園だったな。まさかお前、まさかじゃねえけど、新興宗教にはまっちまったわけじゃないよな、門倉。それだったら、やばいぞ、門倉。誰かに洗脳されてるのか？どうしちゃった、門倉。公の場に出てきて、一度話せる場を作って、門倉からの発表俺待ってるからよ。門倉、心配しなくていい。門倉を守る人間たちはいるから、出てきてくれ、門倉。そして説明してくれ。じゃあな、門倉。